秘密基地オタワの秘密基地。神か悪魔か動画をご覧に皆さん、こんにちは、オタワです。今日紹介するおもちゃは、これだマックスファクトリーマックス合金マジンカイザーだ。<laughs> ああ、全国のスパロボ野郎ガング野郎集結せよ今回の動画が面白かったら、チャンネル登録と熱い高評価、どうぞよろしくお願いします。 それから、ちびっこはぜひ、大人と一緒に見てね。それでは早速レビュー行こう今日はね、僕の、大事なコレクションを紹介します。マジンカイザー好きな人僕大好きなんだよね。で、マジンカイザーっていうのはこうね、うん、大まかに分けてね、二つくらいデザインがあるんだよね。その OVA。OVA で登場したバージョンと、多分ね、こっちの方がメジャーだと思うんだけど、あの、一番最初はね、このマジンカイザーって、あの、ゲーム。 スーパーロボット対戦,対戦に登場して、で、マジンガー Z のもう後継機としてね、こうパワーアップした機体として登場した。このマジンカイザーは、この一番最初に登場した、あのマジンカイザーだね。で、そのテーマソングがさ、水木一郎兄貴のさん、ズババーン、ズババーンっていう曲なんだけど、もうそれがもう大好きで。これはいわゆるそのズババーンの方です。このマジンカイザー、僕の大事なコレクションです。これ発売されたのが2005年。 メーカーはマックスファクトリー。うーん、これがね、とにかく素晴らしいです。かかってこい、ドクターヘル。最強の魔人が降臨。この魔人カイザーといえばね、神にも悪にもなり得る。まあ、そんな感じなんだけど、本当にね、この造形がもう惚れ惚れします。さあ、それでは早速、パッケージの中から魔人工程を取り出します。 じゃーん中身をすべて取り出しました本体とディスプレイスタンドにパーツがすべてセットされています。めっちゃ神々しいよねちょっと早速、手に持ってみようお合金トイなんでね、かなりずしっとしています。うーんー、このね、造形が本当に素晴らしいです。ここの太ももの部分がね、クロームになっています。これはね、あの、他社の 超合金魂の、今、あの、今はね、いろんな種類が出てるんだけど、その当時ちょうど、この超合金魂がリニューアルして、マジンガー Z とグレートマジンガー。それのね、こう横に並べると、いい感じになるような、多分アレンジになってんだよね。重量感があって、うーん、とにかく最高です。それからね、スタンドには、付属品がいっぱいあります。カイザーパイルダーとか、ターボスマッシャーパンチ。 その、超合金魂でもね、こう、なんていうのかな、腕ごと交換して、こう、ミサイル、まあ、ロケットパンチみたいな、うん、こういうギミックができるっていう腕があります。ちょっと近くでこれ見ていこう。カイザーパイルだ。これは本体には取り付けられないんだけど、あの、初登場した時のね、あの、こう、基地からね、こう、発信する。あの造形まんまなんだよね。小さいながら非常によくできています。超合金魂、ダイナミッククラシックスのブレーンコンドリア。 ジェットパイルダーと比較すると、こんな感じ。パイルダーオンって言ってね、これが合体するわけです。まあ、収納、えー、取り付け用のやつはこういう感じになってますね。一応、こういう風に取り付けられます。顔のアップ。塗り分けが大変細かくて、僕はこの最初に登場した時のマジンカイザーの顔がとっても好きです。シャープで、本当にいい造形です。それから胸部。それから肩のショルダースライサー。 というか、カイザーブレード。これはね、グリップをこの中に収納しておくことができます。これと、こう、カイザーブレードを接続して、もう本体に取り付けます。あとはロケットパンチにしたい場合は、ここからこのままスポット取って、この下腕ごと交換します。カイザースクランダーを装着するときは、ここからジョイントを展開して、接続します。こういう感じですね。か。じゃん カイザースクランダーを取り付けるとこんな感じ。めちゃくちゃ迫力があります。本当にこのマックス合金のね、魔人カイザーはこのスタイルが素晴らしいです。各部を動かしてアクション稼働範囲としては、そうだね、15年前の合金と言っていうのを考えると、まあ、本家本元の超合金魂だってね、そんなに大きく動かないから、うん、なんかこれだけ、 ポーズを取らせられれば十分なんじゃないかななんかこれ見ながらさ、一水木一郎兄貴のあのズババーンを <laughs>。あの、何、頭の中で歌うだけで、もう本当にね、浸れますね。さあ次武器を持たせてアクション改造ソードショルダースライサーですね。肩から取り出した。この最初のデザインのショルダースライサーはこんな感じです。うん、この造形もかっこいいよね。じゃん こっちバージョンとね、比べるとこんな感じ。造形が違います。じゃん胸部のパーツを取り替えると、こんな感じ。ここがね、ゴールドになっています。こっちの方がメジャーというか、まあ、定番だと思います。で、このゴールドのやつは2種類あって、ここが稼働するやつと固定式があります。マジンカイザーはやっぱ、あの、攻撃がかっこいいよね。技がいっぱいあります。高視力、ビーム あボスマッシャーパーンチロケットパンチ的なね、技でここがぐるぐる回って、バーンってこう飛んでいくところがかっこいい。それから、お腹からね、発射する。ミサイル発射これ、ギガントミサイルって言うんだよね。ま激、あ、あの、最初の頃はね、普通にミサイル発射って言ってましたね。さあ、次カイザーソードこの胸部から飛び出す、あの、巨大な剣なんだけど、さっきのショルダースライサーと比べると、長さが違います。 ショルダースライサーもいいけどね。これもかっこいいです。さあ、そして最後はこれ。カイザーノバこれはね、最初の頃にこの技はなかったような気がするね。後から、あの、加わったこの技ですね。なんて言うんだろう。すごいかっこいいよね。まあ実は今、いろいろ技を見せたんだけど、ほとんど、そうだね、思った以上に、うん、今の目で見ると角範囲狭いね。まあだけど、本当に造形が素晴らしいという感じだね。 さあ、そして最後は比較いこう。ダイナミッククラシックスのマジンガー Z とグレートマジンガー。一緒に並べるとこんな感じ。おー、いいね、うん、頭の高さでマジンカイザーが少しマジンガーたちより大きいという感じです。本当はね、これを並べるときは、あの、超合金魂の GX-01 のリニューアルだね。あの、メッキ加工されてるやつ。 そのリニューアルバージョンと一緒に並べると非常にいい感じなんだけど、まあ、今回のマジンカイザーっていうのは、この超合金魂とぜひ一緒に並べようっていう感じでこう発売されてたんで、うん。やっぱ超合金騙と並べててもすごく合います。いいね。本当にたまんない。そういえば最近のスーパーロボット大戦にも、この、いわゆるズババンの方のさ、マジンカイザー出てたよね。僕はプレイしてないけど、ちょっとカットインだけ見させてもらったんだけど、本当にかっこいいわ。 OVA 版との違いは、まあ、さっき言った通り、ここのゴールドの装飾があるっていうのと、あとこの赤いところ、このファイヤーブラスターのところの造形がちょっと違うんだよね。あとはこのマジンガー Z とかみたいな、こうブルーのカラーリングの手足になってるとか、ここに、えー、っと、細かいんだけど、この胸部のところになんかこう爪みたいな造形があるんだけど、こっちはないんだよね。 うんなんか自分にとってマジンカイザーの立体物って本当に色々あるんだけど、何度も言って申し訳ないんだけど、そのズババーンはね、もうよく再現してるのがこれなんだよね。僕にとって立体物でマジンカイザー一番好きなのこれかなうん本当にかっこいいです。一通りの遊び方は、こんな感じ。というわけで今回の、待っていたぜデビルマシン マックス・ゴーキンのマジン・カイザーズ・ババンの方のレビューいかがだったでしょうかマジン・魔カイザーのことを知ってる人もコアなスパロボファンもで一緒にね楽しんで見てもらえたなら本当に嬉しく思いますさあこの問いなんだけど改めて、うん、発売されて15年経つとでマックス・ゴーキンとしては第1弾が確かジェネシック・ガオ・ガイガーだったんだよねでその続く2弾にこのマジン・カイザーが発売されましたこれ発売された時本当に嬉しかったね だから何度も言うようなんだけど、このズババンっていうところもあって好きっていうのもあるけどね。この2005年自分がすごく貧しかったんでね。社会人野郎になりたてですごく、あの、生活を切り詰めて切り詰めてやっと買ったんでね、これ。秋葉原の旧ラジオ会館で買ったんだけど、うん、本当にこれはその思い入れもあって、うん、僕の大事な一品となっています。 これを見てると、本当に昔、スーパーロボット対戦を、めちゃくちゃやってたんだけど、もうかなりやり込んでた頃を思い出しますね。これからもずっと、大事にします。今回の動画、面白かったら楽しかった。<laughs> 俺もスパロボが好きだ。魔人カイザーが好きだという方、チャンネル登録と熱い高評価、どうぞよろしくお願いします。いつも本当に励みになります。それから僕は Twitter もやっています。Twitter のフォローも、どうぞよろしく。あと、どんなことでも結構です。おー、たわー。<laughs> ズババンで俺わかるよとか。あ、マジンカイザー本当にかっこいいよねとか。あ、超合金魂のレビューも見たいとかね。他にも合金トイとか、他のおもちゃのリクエストなど。どんなことでも結構です。スパロボの話とかね。みんなからのコメント待ってます。それでは次の動画でお会いいたしましょう。おたまでしたズババン、ズババン。またねー 「収穫者よミッションを繰り出せよ」「変形が与え」「憧れてた夢のパスワローズ」「わのう君つ